ルフィ、ゾロ、ナミの3人は航海の準備を整えるためとある村に上陸する。その村で勇敢なる海の戦士を目指すウソップとグランドラインに入るため欠かせない海賊船ゴーイングメリー号を仲間に加え、一行は麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航した。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故からレストランを壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに雑用を命じられてしまう。ゼフはかつてコックにして海賊船の船長を務めたという男で、凄まじい蹴り技から赤足のゼフとして恐れられていた。そこで副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海軍将校でも蹴り飛ばすが、空腹の者には海賊であっても食事を与えるという男だった。そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは頑なに拒否。子供の頃ゼフに命を救われたことのあるサンジはその代恩に報いるため生涯レストランを守り抜くことを密かに誓っていたのだった。そんな折レストランに一人の海賊が現れた。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いるドン・クリークである。すまん、水と飯をもらえないか。金ならある、いくらでもある。ほらよ、飯だ。すまん。いいレストランだ。この船をもらう。ゴムゴムの強敵だ。食わせてやるのがコックだ。だが店をくれてやる筋合いはねえ。なおさん、あいつら追っ払ったら俺雑用やめていいか。いいぞ、店を壊したことは帳消しにしてやる。本当にそれができればな。よし、やるぞ。なんでコックも絶対仲間にする。かっこいい、欲しい。よし、この船までひとっ飛びだ。行きよ。なんだ、行き止まりか。無傷で帰った。赤足のゼフ、まさか生きていたとはね。だが足を失った今じゃ蹴り技の達人もたかがコックだ。これくらいで俺を止められると思うなよ。
お前、そのふざけた体は悪魔の身の力か？ああ、面白いだろ。それよりお前、仲間になってくれよ。アホアル、俺は店を守らなきゃならねえんだ。たとえ命を捨ててもな。やだ、断る。お前が断ることを俺は断る。あの小僧、悪魔の実の能力者か。なんだこいつ、どこから湧いて出やがった。お前たち、ずいぶん腹減ってたんだな。しかも、船もボロボロじゃねえか。ほっとけ。俺たちは、最大最強のクリーク海賊団だ。突然現れた、たった一人の男に壊滅させられちまった。他のように鋭い目をしたあの男に。他の目の男、海賊王に俺はなる。守り抜くぞ。この船は俺たちのレストランだ。なんだ、何が起きた。ドンクリー君、本船は切られました。そんなバカな話があるか。その剣でこの船を割ったのかい。直にも。なるほど、最強だ。俺はお前に会うために海へ出た。何を目指す。最強。暇なんだろう。勝負しようぜ。哀れなり、弱き者よ。この俺に歯を突き立てる勇気は己の心力か、はたまた無知なるゆえか。俺はウサギを狩るのに全力を出す馬鹿な獣とは。俺の相手はその小刀で十分だと。人をバカにすんのも大概にしろ。なんと凶暴な剣か。だが余裕な剣に強さなどない。Yeah.
背中の傷は剣士の恥だ。見事。ドロー！若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ。あの男はまだ生かしてある。我が名、ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれ、ドロノア。俺は先、幾年月でも、この最強の座にて貴様を待つ。たける己が心力さして、この剣を越えてみよ。この俺を越えてみよ、ドロノア。ルフィ、聞こえるか？ああ、不安にさせたかよ。俺が世界一の剣豪くらいにならねえとお前が困るんだよな。俺はもう二度と負けないから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。ない。いいチームだ。また会いたいものだ、お前たちとは。さて野郎ども、邪魔が入ったが気にすんな。さっさとレストラン船を乗っ取っちまえ。あの船ならば敵の目もごまかせる。グランドラインも恐れるに足らん。また大秘宝への活路が開けるんだ。うわぁ、やるぞ。うほほや、向こうもやる気だ。これだ。よし、到着。どこまでだ。俺たちはイーストブルー最強のクリーク海賊団だぞ。最強？一番数が多かっただけじゃねえのか。言っちゃいけねえことを言いやがったな。ゴムゴムの。
あのでかいの邪魔だな。よし、溶かすか。レストランは渡さねえ。クソジジイにも手は出させねえ。アンジ、余計な真似するな。ミナスにかまわれるほど落ちぶれちゃいねえ。余計な真似はどっちだよ。俺のせいでその右足さえ失ってなきゃこんな奴らに舐められることはなかった。やっほ最強なんだ。
誰よりも強い鋼の腕、誰よりも硬いウースコウの体、全身に仕込んだあらゆる武器、俺はドンクリーク、世界の武器を制す男だ。貴様らと俺との力の差まだ分からねえのか。俺はワンピースをつかみ、この大海賊時代の頂点に立つんだ。ちょっと待て、海賊王になるのは俺だ。小僧、何か言ったか。遊びじゃねえんだぞ。当たり前だ、ハグーカ。やめるな金寿司小僧。ハグーカ、協力者が海に弱いことぐらい割れてんだぜ。さあ小僧、てめえと俺とどっちが海賊王の器だと。俺、お前無理。夢見がちな小僧に強さとはどういうもんかを教えてやる。あいつらは帰った。お前のおかげだ。そうか。ところでお前、俺は行かねえぞ。海賊にはならねえ。まだ時期じゃねえんだよ。ところでお前さ、オールブルーって知ってるか。いや。なんだ知らねえのかよ。奇跡の海の話さ。その海にはよ、おい、なんだこのヘドロみてえにクソまずいスープは。ふざけんなクソジジイ、てめえの作ったスープとこれがどう違うってんだよ。うぬぼれんな。てめえが俺に料理を語るのは100年早いぞチビナス。クソ
このスープめちゃくちゃうめえのに。こうでもしねえとあのバカ聞かねえのさ。なあ小僧、あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。グランドラインはよ、あいつの夢なんだ。待てよ、俺も行くよ、連れてけ。付き合おうじゃねえか、海賊王への道。馬鹿げた夢はお互い様だ。俺は俺の目的のためにだ。いいのか挨拶。いいんだ。おい、サンジ、風邪ひくなよ。どもが、男は黙って別れるもんだぜ。また会おうぜ、クソ野郎ども。うしっしっ、you